っといらっしゃい。俺の計算じゃこの先で奴らと遭遇する可能性が高い。いよいよね。これからの作戦を説明する。みんなしっかり覚えておいてくれ。わかった。なるほどな、了解した。激しい戦いになる。みんな気を抜くなよ。よし、それじゃあ対面と行くか。そろそろ木の葉じゃねえの。ああ、近いな。暴れて暴れて暴れまくって邪神様の素晴らしさを骨の髄まで教えてやるぜ。
暴れるのはいいが、人中力のことを忘れるんじゃないぞ。おっと、そうだったそうだった。まずはそいつをぶっ潰さねえとね。デイダラの話だとなかなかの強さらしい。油断するんじゃないぞ。気にしすぎなんじゃねえの。つか俺に勝てるやつなんているわけねえし。その油断がいつか命取りになる。また言うのかよそれ。とにかく油断はするな。人中力以外にも木の葉の忍びはなかなかの粒ぞろいなのだからな。ゾクゾクするぜ。ヒドン。あ、そう何度も同じ手にかかるかよ。出てこいよ、そこにいるんだろうが。お前はあの時の。なんだなんだ、もしかして弔い合戦のつもりか。しかもたった一人で。バカじゃねえの。てめえなんかが勝てると思ってんのかよ。気をつけろヒダン、あいつ何か策がある。策だ、んなもん関係ねえよ。弱いもんはくたばる、どうあがいてもな。やってみろ。言われなくてもな、今すぐにやってやるよ。アスマ、見ていてくれ。ジャシン様、見ててくださいよ。こんなやつあっという間にぶっ潰ししまいますから。これでも使っとくか。これでも使って、これでも使っとくか。これでも使わせてもらう。これでも使っとくか。そこだ。追加だ。また相手してくれ。また相手してやる。追加だ。また相手してやる。